棚田に秋風が吹き、赤そばの花が揺れます。標高およそ400メートルの山あいにある三崎町境地区です。ほとんどのそばは白い花を咲かせますが、高根ルビーは珍しい赤い花を咲かせるそばで、地元の農家が運営する農事組合法人が13枚の田んぼおよそ50アールで栽培しています。今年は猛暑の影響で開花が1週間ほど遅れましたが、朝夕の涼しさで可憐な花が次々と咲き、鮮やかに色づいています。8月のお盆前に撒いてから、ちょうど雨も少なくて今年はきれいに咲いております。花も見に来てもらい、そばも食べてもらえばいいかなと思います。また周囲にはススキが茂り、秋の風情を感じさせる景色が広がっています。赤そばの花は今月15日頃まで楽しむことができ、収穫された実はそば粉に加工され、来月下旬には地元の赤そば亭で新そばとして味わえます。